その初期のヒストリックの製品、まあ、ヒストリックコレクションって一般的には93年からなので、93年、94年の、まあ、途中までの製品というのは、まあ、トムがペイントに携わっている可能性が高いと。トム曰くですね、オリジナルのバーストとかの、塗装というのはですね、まあ、生地着色をしているわけではもちろんないんですけれども、いらっしゃいませ、ギターワイヤーの増田です。今回ですね、こちらにございます、大変木目の、美しいギターでございますけれども、こちらですね、限定で生産されましたトム・マーフィーが、ペイントを施すプロダクト、いわゆる日本国内ではマーフィーバーストというふうに呼ばれているプロダクトでございますね。こちらですね、トム・マーフィーさん、エイジングのスペシャリスト、今だったらマーフィーラボの、責任者として活躍されている方ですけれども、彼が、ハンドペイント、塗装をですね、施すというプロダクトでございます。今回ですね、このトム・マーフィーのペイントというのが、なぜこんなにもですね、木目がよく見えるのかというか、そのですね、技術的な秘密とまでは言わないですけれども、そのですね、塗装の、特殊な工程だったりとか、なぜこのようにですね、映える木目のフィニッシュになるのか、通常のですね、ヒストリックのサンバーストと、なぜですね、こんなに見え方が違うのかということについてですね、ちょっとお話してみたいと思います。というわけでですね、私オンラインストア運営しております。こちらの製品はじめですね、お取り扱いの製品については概要欄のリンクの方から詳細チェックしていただければと思います。合わせましてですね、委託販売力を入れてやらせていただいておりますので、もしですね、ご売却ご検討のギターなどございましたら、まずはお問い合わせいただければと思います。というわけでですね、こちらのトム・マーフィーペインテッドについてお話していきたいと思います。はい、というわけでですね、本題でございます。トム・マーフィーさんのペイントについてなんですけれども、まずそもそもですね、トム・マーフィーさん、まあ、エイジングのスペシャリストとしてずっと99年のエイジングからですね、ナムで発表されるエイジングからずっとこうエイジングをですね、携わられてきた方で、その間っていうのは基本的にですね、あんまりこうペイントというのはしていないんですよね。ずっとですね、その99年から、2000年代入るところまで、マーフィーラボが出るまでですかね、まあ、基本的にずっとエイジングだけを担当していたんですけれども、2012年頃から、日本国内限定みたいな形で、トムがペイントするという、プロダクトが始まります。それがですね、2010年代後半ぐらいにはワールドワイドに販売されるようになるんですけれども、そもそもそのトム・マーフィーが、まあ、エイジングのスペシャリストとしてずっと来ていたトム・マーフィーさんがペイントに携わる、そのですね、理由というか経歴というかに関してなんですけれども、トム・マーフィーさんはですね、まあ、そのエイジングのスペシャリストとして名前はずっと来ているんですが、実はですね、それよりさらに前ですね、カスタムショップを立ち上げた時、ギブソンのカスタムショップを立ち上げる際の創設メンバーでもトム・マーフィーさんはあるんですね。でその時というのはまだエイジドというのは存在していないわけです。まあ90年代初頭の話なので、90年前後との話なので、まだですね、ギブソンにおけるですね、エイジドという製品はまだ存在していない時期なんですけれども、この時期、そのカスタムショップを立ち上げた時期に、実はですね、ペインターとしてその塗装を、ヒスコレの初期の製品の塗装を担当していたのが、トム・マーフィーさんなんですね。なので実際ですね、彼が、ギブソン1回離れるんですけれども、94年の11月から退職をされるんですが、それまでの製品、その初期の製品というのは、基本的にですね、トム・マーフィーがペイントしているものが多いというふうに言われております。まあ、全てじゃないという話ですけれどね、まあ、その初期のヒストリックの製品、まあ、ヒストリックコレクションって一般的には93年からなので、93年94年の、まあ、途中までの製品というのは、まあ、トムがペイントに携わっている可能性が高いという感じでございます。まあ、そういった経歴がございますので、まあ、2012年ですね、そのトムのペイントというのが出る前というのは、基本的にですね、もう99年からずっとそのエイジングのスペシャリストみたいな感じで来ていたんですよね。まあ、そういった経歴からですね、まあ、その2012年トムのペイントというのが、リリースされるまではですね、基本的にこうエイジングの人っていうのがあったんですけれども、それよりさらに前をたどっていくと、実はペイントのスペシャリストでもあると。でさらにですね、その間に彼はですね、ギブソンその退社された後というのは、自身の工房を持ってリペアだったりとかレストアをやっていたんですね。でその間にもですね、当然ですね、個人として塗装ペイントをしていたりだったりとか、そこでですね、初めてこうエイジドというのを、そのいわゆるヴィンテージをレストアした際に、ヴィンテージっぽいより雰囲気というのを、まあ、塗装したままだとピカピカになってしまうので、その雰囲気を出すためということで、まあ、エイジングの技術が生まれたとか、そういう話もいろいろありますけれども、さらにですね、その延長線上で、ヴィンテージっぽい色合いのペイント、風合いのペイントというのをどういう風にしたら再現できるか、そしてその塗装がどういう風になってこういう風に見えているのか、というのをですね、かなりこう調べられてというか、
研究されていて、それをですね、その経年変化によるものと再現するのは難しいので、その時間をかけて変化していくものを再現するのは非常に難しいので、それをですね技術でカバーして再現していこうというのがですね、トム・マーフィーさんはいろいろやれて試行錯誤されてやっていたということでございます。でですね、そういったですね経歴だったりとか、トムの技術、まあ、ペイントを含む技術ですよね、というのをですね用いて、ギブソンの製品に、ペイントという形で携われないかということで出てきたのが、いわゆるマーフィーバーストプロジェクトというものでございますね。これ残念ながらですね、最近は、ほとんど制作されていないんですけれども、2020年前後ですね、2021年ぐらいまでは、コンスタントにですね、トム・マーフィーがペイントに携わるというプロダクトをですね、日本限定企画という形で作ったりとか、まあ、一部ワールドワイドに出品されているものもあるんですけれども、まあ、国内向けにですね結構多く、作られておりました。で実際ですね、トムのペイントが何が違うのかということなんですけれども、これですね、実際に製品を見られた方だったら、見たことある方だったら、まあ、もしくは見比べれば、明らかに違う感じというのが分かると思います。まあ、それはですね、もちろん物にもよったりするんですけれども、例えばですね、その明らかに違う感じ、まあ、こちらですね、ダーティーレモンというカラーなんですけれども、トムがペイントするダーティーレモンですね、なんですけれども、これと通常のダーティーレモンっていうのは、見比べれば、明らかに違いが分かりやすいと思います。なぜその違いが出るのかという話なんですけれども、まずですね、トムのペイントというのは、明らかにですね木目の出方が強く見えます。これはですね、どうしてそういう風になっているのかというと、まあ、これ簡単に言うと、ポール・リード・スミスみたいなイメージで生地着色というものを使うことが多いんですね。生地着色というのは、その通常はですね、先に下地、木部の部分にですね、平面になる下地を吹いて、そこをですね磨き上げてから、塗装を吹くという工程が一般的なんですけれども、ポール・リード・スミスだったりとか、トムがやっている塗装というのは、生地にですね、もう木の状態に直接色を先に入れちゃったりとかするんですよね。そうすると何が起きるかというと、木目もですね、そのいわゆるこういうですね、トラ木だったりとか、ストライプでも何でもいいんですけれども、そういう木目って、その、どうしてそういうふうに綺麗に見えてるかっていうのは、そもそもですね、この硬い部分と柔らかい部分が羅列してこのように見えていたりとかするわけなんですよ。なので直接色だったりとかを入れると、そのですね、色を木目が吸収する量というのが、硬い部分と柔らかい部分で違ったりするわけですね。なので、それによってですね、力強いグラデーションが出るんですよ。でそれをうまく利用して塗装しているというのがポール・リード・スミスだったりとかの塗装であって、あれって結構どっから見ても木目は綺麗っていうイメージがあると思うんですよ。逆に一般的な例えばレスポールのペイントとかって、見る角度によってこう 3D 感があるというか、変わってくる、見方が変わってくるというのが多いと思うんですけれども、それと違くって、どこから見てもバリバリに木目が出やすくなるっていう塗装の仕上がりにするにはですね、そういう生地着色が向いている場合が多いわけですね。でトムはですね、ヴィンテージのレスポールだともちろんそういう塗装はしていないんですけれども、あえてそれをですね使うことによってヴィンテージっぽい雰囲気というか感じを出すという手法を用いています。具体的にどういうことかというと、トム曰くですね、オリジナルのバーストとかの、塗装というのをですね、まあ、生地着色をしているわけではもちろんないんですけれども、その経年変化によってですね、その色素というのがこう沈殿していくようなイメージで、生地の方にこう染み込んでいくという現象が起きるそうなんですよ。なので本来の色の層だけじゃなくって、さらにその生地寄りの方面というか、生地の方にも色が染み込んでいくことによって、見え方が 3D によりになると、極端に言うと生地着色みたいな見え方になるということだそうなんですよね。それを技術で再現しますというのが、その生地着色とかを用いたトムのペイントということですね。さすがにですね、新しいものを作るのに、そのです、ね、染み込んだ状態を再現するのってやっぱりすごく難しいと、まあ、経年変化によってそういう風になるというものを再現するのはなかなか難しいので、トムはそこをですね、ペイントの技術、まあ、色合いの風合いもそうですけれどもね、色の調合からやりますけれども、その色だったりとか、そういう生地着色を一部に用いたりとか、そういうことをすることによって、その 3D 感というのを再現しているという感じでございます。それがですね、こういわゆるこうトムっぽいペイントというんですかね、トム・マーフィーっぽい、ペイントの仕上がりの秘密というか、工夫の一つというふうに言えると思います。そしてですね、こちらがそのトム・マーフィーさんが、ペイントした、レスポールで、2018年製の日本限定企画の、製品になっております。カラーはダーティーレモンというカラーなんですけれども、もうですね、ダーティーレモンのカラーを見たことあるから方からしたらですね、明らかに、木目の出方、生え方というのが、マーフィーらしいというか、明らかに違って見えるんじゃないかなというふうに思います。これ本当に面白いんですけれども、まあ、仕上がりはこういうですね、こうちょっとオレンジというか、まあ、ブラウンっぽいカラーリングの縁取りでイエローを吹いてありますけれども、結構ですね、こんな色入れて大丈夫なのっていうカラーを重ねてこういう色を作ったりするんですよね。
極端に言うと、今これはブラウンとかオレンジとかに見えているけど、極端に言うと例えば青っぽい要素を入れたりとか、まあ入ってるか分かんないですよ、赤っぽい要素をあえて入れたりとか、そういうのを吹き重ねてこういう色を作っているんですよ。そこら辺の感覚だったりとかっていうのは、もう本当にトムの知見と経験ですよね。こういう色をこの手順で重ねることによってこういう風合いになるっていうのをですね、もう完全に熟知されているんで、もう本当にですね、その場で調合してペイントしてっていうのができるくらい、彼のそのノウハウというかは優れているというか、まあ、彼しかできないところかなというふうに思います。そもそもですね、木目も非常に素晴らしい個体でございますけれども、やっぱりトムが携わるプロダクトというのは、まあ、良くも悪くも高額になりますので、やっぱり木目のですね、選定基準というか順というか、そういうのもですね、特に厳しくなりますので、やっぱりですね、明らかに木目自体も、そもそも木自体もですね、非常にこう木目のいい、美しいですね、ものがセレクトされております。でこちらのです、ね、製品のちょっと特殊なところというのが、まずですね、パーツとかはいわゆるこう VOS の仕上がりのパーツですね、いわゆるこうくすませたような風合い、経年変化を、再現したような風合いのパーツが使われているんですけれども、これですね、塗装面というのはいわゆるグロス仕上げ、ピカピカの仕上げですね、なってるっていうのは一つ特徴です。あんまりこういう仕上げは多くないんですけれども、実際ですね、昔の製品とかってある程度こう、なんですかね、くすんでるものももちろんあるんですけれども、ある程度こう綺麗に磨かれた製品というのも、現存していたりするんで、そういうのって結構塗装面がテカテカ、パーツはくすんでるんだけど、結構塗装面はテカテカしたりとか、結構そういうのもあるんですよね。まあ、そういうイメージに見えてですね、結構雰囲気はいいかなというふうに思います。で通常この時期だとピックアップはカスタムバッカーとかなんですけれども、こちらですね、まあ、オーダー品らしく E バッカーというピックアップついてます。かなり音のこう分離感というかのが非常に優れているんで、本当に結構気持ちいいですね。一人でこう弾くときにすごく気持ちいいみたいな、そんな感じがします。音作りも決して難しくないかなというふうに思いますね。プラスチックパーツ類もいわゆるトゥルーヒストリックパーツというのを使われているんで、そこら辺のですね、まあ、雰囲気も申し分ないかなという感じでございますね。芝もですね、非常にこう、ふくらっぽい雰囲気というか、黒っぽい雰囲気で非常にいい感じかなというふうに思います。でですね、こちらの個体に関してなんですけれども、ちょっとですね、手が入っているポイントがございまして、もちろんですね、その塗装のペイントとか、トムがやってるというのはもちろんそうなんですけれども、ヘッド周りですね、がですね、少々手が入っておりまして、まあ、おそらく大きめの傷が入っちゃったりとかしたのと思うんですけれども、ネックが折れてるとかそういうことはないんですが、ヘッド周りですね、塗装の修正が一通りされております。まあ、ヘッドトップも吹かれているし、ヘッドの裏ぐらいまでですね、吹いてあります。まあ、現状ですね、この状態で、お取り扱いさせていただいていて、このリペア前とかどうしてこうなったかっていうのはもう推察するしか、ないんですけれども、まあ、ヘッド周りを、あえて塗装し直す理由、まあ、オーバースプレーだったりとかをする理由っていうのは、やっぱりこう傷を隠すとか、そういう目的が多いと思いますね。でこちらはですね、見る限りなんですけれども、まあ、ヘッドのですね、そのスプレーされた下というか、の部分というか、まあ、隠してあるというか、まあ、おそらくですね、傷がちょっとやっぱ隠してあるような感じがするんですよね。ワッシャー周りにちょっと傷があったりとか、そういうのが見受けられます。裏の部分っていうのは、まあ、マホガニーの木目はそのまま露出しているんで、あんまりこう隠しようがないというかな感じなんですけれども、まあ、折れた様子はないんですけれども、裏もちょっと吹いているということで、おそらくまあこちらも傷が入ったのかなというのも、ネックの裏のところまでちょいちょい傷がガタガタガタと跡があるんですよね。なのでおそらく何かの表紙に結構傷がちゃんと入って、大きめの傷がちょっと目立つ傷が入ってしまって、それをこう隠す目的と、ネック裏はその段差になってしまったところを少し埋める目的でタッチアップがされているという感じでございます。現状もですね、このネックの裏埋めてはあるんですけれども、まあ、ほんのり段差を感じるところはあるという感じですね。まあ、普通に弾いてて気になるレベルではないんですが、まあ、若干ですね、その跡は残ってるかなという感じでございます。まあ、ただその大掛かりのというか、スプレーを伴う修理というのはまあヘッド周りだけなので、ヘッド周りとそのネックの裏タッチアップだけで、まあ、ボディの部分はですね、非常に美しい木目がですね、そのまま残っているというか、まあ、トムのペイントという感じがですね、すごい見受けられる非常にこうかっこいい木目なんで、まあ、いわゆるこうプレイヤーズコンディションのレスポールとしてですね、見ていただければと思います。その他ですね、そのナットと、そのペグのワッシャーですね、ペグのワッシャーの部分が交換されていたりとか、あとこの、まあ、細かいところなんですけどね、トグルスイッチのワッシャー、ここも交換してあると思うんですけれども、そうですね、細かいパーツ交換あるんですが、あとはですね、掃除でコンディションも良好な個体で、ボディの方はですね、昔すごい、目立つ傷というのはそんなにないです。まあ、薄い擦り傷とか当然あるんですけれども、なんかこう、バックラとかあって塗装が剥がれてとかっていうことは全然なくって、ボディ周りはですね、非常に、いい状態になっていると思います。というわけでですね、こちらの個体のデモ演奏、ご用意させていただいております。それでは早速どうぞ。
でしたでしょうか。トム・マーフィーのペイントですね、最近やっぱりその物が全然ないということもあって大変高騰していると思うんですけれども、こちらですね、その、ヘッド周りのですね事情があるんで、一緒にですねプレイヤーズコンディショナー、価格でご提供させていただいておりますので、興味ある方はですねぜひ、詳細概要欄の方から、チェックしていただければと思います。本当にプレイヤーの方にはですね、そのルックスも含めて非常に魅力的に映る、個体だと思うんで、もちろんサウンドもいいですしね。なので、ぜひですね、興味ある方、チェックしていただきたいと思います。というわけでですね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。